リュウさん、ようこそオフライドカラフルナイトへ。いらっしゃいませ。ようこそオフライドカラフルナイトへ。
この後19時より小倉城武将隊の援護を松の丸ステージにて行いまする。皆とも松の丸ステージ前に集まられよThank you.
1969年、門を求めるが築城し、実に450年。幾度の繰り返された戦火の中、一度は焼け落ちた小倉城ではございましたが、市民の熱い希望もあり、昭和34年に再建。以後、小倉城は人々の平和の象徴として、令和の世になった今もなお、意気堂々たる姿を見せ続けておるのでございます。皆様、小倉城初めて来たよという方いらっしゃいますか？結構皆さん地元の方ですか？ありがとうございます。では小倉城武将隊を知ってるという方、150人ぐらいいるんですかね。ありがとうございます、ね、知名度もねだんだん上がってきてるんじゃないかなと思うんですけど、本日この松の丸のステージにて小倉城武将隊の演舞2回目でございます。それでは早速小倉城武将隊のメンバーです。どうぞ。よーみなのもの、よーまいられた。よーお越しくださいました。よーまいられた。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速自己紹介をお願いいたします。わしはこの小倉城、そして小倉藩の初代藩主、細川忠興じゃ。皆の者よろしゅう頼む。よっ殿。さあそして、はい、細川家筆頭家老長岡佐渡にございまする。何卒どうぞよろしくお願い申し上げまする。よー佐渡殿。さあそして、はい、細川忠興の妻細川ガラシャにございます。どうぞよろしくお願いいたします。よっガラシャ様、よろしゅう頼む。はい。え、なんじゃ、あの、はい、小倉城武将隊を知っておると手を挙げた者はおるの？はい、150人。ほら、見えます、この150人が。あ、おお、いるでしょ、いるでしょ。150人か。はい、150人、はい。まあ、おるってことでいいの？まあ、わしら、あの、去年の10月に発足されて、はい、まだデビューして4ヶ月なんだ。そうなんです。で、まあ、去年デビューした時は、はい、NHK のドキュメンタリーや、そうです、 RKB や、はい、新聞、ラジオと、はい、様々なメディアに取り上げていただいたんじゃが、そうなんです、まあ、それでもこうやってあのイベントをやっておると、なかなか認知されてないということが、そうですね、うん、現実での、そう、現実痛感しております。痛感しております。だから、あの、皆さんのこう拡散力に、はい、今は頼っておる、頼っております。本当に頼っております。そうなんです。でもですね、今日この演舞を見てね、うん、はい、聞いて演舞をしていただいて、はい、皆さん、あ、武将隊面白いじゃないのっていうのを今日していただこうかなと思いますので、はい、皆の者寒いじゃろ、寒い時はあのこう手を叩いて、あ、いいですね、体を温めるといいんじゃ、はい、いい、ちょっと練習してみよう。あ、ぜひぜひ、うん、じゃあ、いきますよ。はい、拍手。ありがとうございます。もっと、ありがとうございます。もっと、よっ、すごい、さすがの、さすがの対応力だな。さすがなの。懐かしい、懐かしい。元気しておるかの。ちょっと後でこれ使わせていただきましょうね。ね、はい、じゃあ演舞しようか。はい、準備をしていただいてよろしいでしょうか、うん、この。はい。なんか今日ここつるつるじゃん。すっごい滑るんですよ。滑るから気をつけて。そうなんです。私でも滑るので、はい、本当に気をつけてください。そして小倉城武将隊の演舞はですね、とてもスピーディーになっております。はい、もちろんその演舞の中にですね、盾もございます。そちらもスピーディーですので、皆様しっかりと目を見開いて見ていただき、そしてなんとこの演舞ですね、皆様動画写真撮影 OK です。なので SNS にアップができます。皆様のご協力をぜひよろしくお願いいたします。カメラの準備、私待ちます。どうぞ皆様準備お願いいたします。はい、 Twitter、 そして YouTube、 TikTok、 もう何でも大丈夫です。ぜひね、今日見ていただいて、小倉城武将隊面白かったよというのを書いていただければなと思います。さあ、カメラの準備もできたようなので、トロたちも大丈夫でしょうか、ご準備。はい、ありがとうございます。それでは早速参りたいと思います。小倉城武将隊演舞、サムライファイヤー、小倉の心。
ございます。はい、それでは早速とも、この小倉城築城までの話をぜひ皆様にお願いいたします。殿、待ってますよ。殿、待ってます。今踊ったばっかりだろうが。踊ってますよ。見ましたよ、しっかりと。そうじゃろ、はい、息が切れとるんじゃ。ああ、主がつなげたか。ああ、申し訳ございません。つなげ、つなげ。はい、しばしのご休憩を。さあ、どんどん大丈夫ですか。これは49になります。ああ、そうですか。じゃあ、しばしのご休憩を。はい、皆様、演舞いかがだったでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、小倉城武将隊はですね、はい、去年の10月に発足されて、まあ、もう本当にまだまだ知名度浅いんですけども、はい、皆様小倉城来たことあるって言われてたんですけども、登ったという方いらっしゃいますか。ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。ちょうどね、光で見えないんですよ、私。はい、小倉城のですね、2階にも書いてあるんですけど、この小倉城ですね、全国では高さ6位となっております。意外に高いんですよね。パッと見ちょっと低く見られがちなんですけど、ただですね、築城された当初は全国で1位でした。すごい1位。さすが小倉城です。はい、ただね、江戸城とかもできて、あ、抜かれていってしまったんですけども、なんとなんとこの小倉城、そう、天守閣のあるお城の中では床面積と高さを掛け合わせたものでは全国で3位なんですね。はい、3位なんです。いや、すごいよ、3位ですよ、3位。すごいよ。はい、3位ですよ、回しましたよ。1位は大阪城、2位は名古屋城、そして3位が小倉城となっております。ぜひですね、皆さん登った方もいらっしゃると思うんですけど、天守閣5階、はい、行ってみてください。とても広くなっております。はい、そこで私たちもですね、小倉城武将隊、昼間ね、演舞などもやっておりますので、ぜひまた昼の小倉城も遊びに来ていただければなと思います。そしてなんとこの小倉城、土曜日、まあ限定なんですけど、天守閣5階でバーになります。はい、そうなんですよ。ナイトキャッスルといって、お城の中でお酒が飲めるのはこの小倉城だけです。はい、そうなんです。そうなの。お城、お城見ながらお酒を飲むってのはあるけど、ありますよね、お城の中でお酒を飲むっていうのは小倉城だけなんですよ。
こが。こっち向いてもらってもいいですか？あ、OK。 すいThank you.
Ugh.